ちは。社務所はある。営業もしてそうだけどな。野球してまんだ。こんにちは。いやいや。あ、そこにこれ。まあまあ。はい。おいでませ。金剛山の先っぽ。あと100m、あ、200m ぐらいかな。昔噴火した場所よ。昔ね。今回噴火したのはここ。池になってる。そう、池になってる。緑色だよね、水が。昔は青かったんだけど、今緑色だね。雲の影だね。あの怖い雲が来る前にね、行っちゃおうね。でも結構もう上に来ちゃったね。その黒い作ってあるシルターのところまで行きましょう。シルター？そう、噴火して石が飛んでくるのが時にここに逃げ込むの、うん、こんなに階段登るの？ほら、ここに慰霊碑がありますね。安らかにお祈りしていく。70、ここも70です。眺めが綺麗です。綺麗ですね。雲が今出てきたから。80だ80です。82だ。到着。鳥居がなくなっちゃったんだ。ああ。そうね。さあ、カーンと。あ、お疲れ様です。ようやくここにたどり着きました。